どうもみなさん、おはようございます。ボクシングです。ということで、ね、今回はツ、またね、ツイッターで、えー、このライブ放送のね、ライブ動画のテーマ聞きました。今回のテーマはなんと、今年で一番怖かったことを皆様に聞いた結果、63件の返事が返ってきました。ありがとうございます。ということで、今回は、今年で一番怖かったことをリスナーさんの リプを見て読んで感じていこうと思う。では1軒目だ。 一件目のお便り、マイケルさんからのお便り、ボクシングさんの心霊写真と目が合ってしまったこと、見る気なかったのでかなり怖かったです。ということで、僕は以前ね、ちょっとやばい心霊写真を、えー、6時間ぐらい、えツイッター、Twitter、の方に公開したことがありまして、その心霊写真を見てしまって目が合ってしまったと。うーん、かなりね、悪質な多分例だと思うんで、あれは本当に見ない方がいいでしょう。 続いてのお便り、フォートナイトさんからのお便りです。バイクにひかれて無傷で帰ったこと。怖いですね。てか怖い。これは怖いじゃなくて良かったことですよね。うん、バイクにひかれて無事だったっていう、あなたは素晴らしいですね。まあ、アーマー200ね、飲んで、えー、体力100で、えー、万全な感じで良かったんじゃないですかね。僕、ゲーム脳です。ありがいます。続きまして、四つ葉さんからのお便り。 チャリンコこれは怖いですね。女性のね、皆さんは、経験ある方もいるとは思うんですよね。そういうちょっとやばそうな変態ジジイがちょっと追っかけられちゃうみたいな、本当に怖いですよね。これはね、怖いですね。対応できないですけどね。 まあ追いかけられただけだけで済んだっていう見方もできればねちょっと嫌な気持ちになってしまったっていうね深い気持ちですよねちょっとね怖いですね続きましてリアズリガールさんからのお便りお仕事でお客さんの家に訪問した時玄関先でご主人さんと奥さんが迎えてくれたが話してる間に奥さんが席を外して帰り際に奥さんにも挨拶して帰りますと伝えたらブツターの前に通されたってことで 手を合わせる自分が震えるのが分かりました。ということで、これはね、すっごく怖いですね。もう、最初に会った、まあ、ご寿司さんと奥さん、その奥さんがもう、死んでってことですよね。で、奥さんにも挨拶して帰るよって言ったら、まあ、仏陀の前に、ね、あの、招かれたってことで、何なんでしょうね。とても怖いですよね。うーん、ちょっとね、 うん、朝のやつじゃないですよね。これ夜のやつですよね。霊的なやつですよね。これ夜ですね。間違えましたね。はい、えー。続きまして、ケダものちゃんさんからのお便り。最近フォートナイトにハマったと思ったけど、気づいたらボクシンさんにドハマりしていたこと。 怖いですね。これはとても怖いですね。もうね、フォートナイト好き。ね、放送見てたらまさかのボクシング CH にハマってしまう。怖いですね。これは。<laughs> 続いてのお便り。ゆっこさんからのお便り。カップ麺をお湯を注いでるとき、途中でお湯が切れてしまったことかな。あれは恐ろしかった。あの、あなたね、いっつもね、このネタなの。 うん。もう、この前のね、あのー、動画のね、この、テーマの時もね、このネタなの。もうやめてください、本当に。2回目よ。えー、続いての、お便りです。坊さんからのお便り。新しく引っ越したアパートで、自分の包丁が階段から、降ってきた時。部屋に帰り、確認したら、包丁はなくなってたということでね、どこ行っちゃったのっていうね、これはね、マスクマジシャンですね。 はい、明らかにこれはもうマスクマジシャンの話ですね。マジシャンの話でした、これ。はい。続きまして、リュウさんからのお便り。1学期の成績を見たとき、これはね、もうい怖いですよ。もう怖い。もう1学期の成績とかね、もう見るのが怖い。もうね、111とかね、222とかありますからね、もう本当にこれはね、ゾッとするよね、えー。続いてのお便り、AX さんからのお便り。 パンツをずらしたらボクシングがいったうんやばすぎーっていうことでえー、いろんなねえー、怖い話あります続きましてテルさんからのお便り鏡を見ていたら勝手に目が動いたこと <laughs> 怖いですねこれはね僕は今までその鏡を通じてまあそういう心霊体験というのはないんですよじゃあじ実際ですねその 例えば何て言うんでしょうねあのー、ポスターのね、えー、顔が動いたとかよく聞くんですけどね実際ちょっとね自分の目が動いてしまったらどうなってしまうのか皆さん想像しただけでズワッてするよね熱波だから、えー、続いてのお便りコンパクトサンシンガン公式うんこれはゾッとしますよねもうね もういっつも僕なんかねもうスノーで写真ね LJK って言って撮ってるんですけどねいざね自分の顔をね鏡で見た時これちょっとするよね <laughs> えー、続きましてナヌさんからのお便り海で友達と記念写真を撮ろうとして近くにいた女性に写真お願いしますと言ったらナンパしたみたいになって大丈夫ですって言われました周りからの目線が痛かったです これは痛い話だよね、これね。これ違うね、これね。怖い話じゃないですよね。これ痛い話ですね。続いてのお便り。ハイトさんからのお便りです。頭痛いなと思ったら、釘が刺さってたこと。どういう状況頭痛いなんだろう釘刺さってる。何この釘何どうなったの血は出たの解決したのそれ。やばいから。 うん、はい続きまして赤羽さんからのお便り。投げたボールがレクサスに当たったことかなこれはね、怖い。確かに怖い。けど、怖い。よね。うん。これは何だろうこれはどちらかというと、怖いのかなやばい やばい話っすよね。やばいっていうか、まあ、怖いんだろうね。うん、その後どうなったか知らないけど。続きまして、クソエイムさんからのお便りです。朝起きたら脱皮してました。うん、人間ではない、もはや。ここでも、もはや人間ではない。しかも、なんか、怖いとか関係なし。うん、朝起きたら脱皮をしていた。うん、そういうことです。はーい、続きまして。 ほぼちんさんからのお便りです。ボクシングズに出会ったこと。まあ、嬉しいことでもある。んだから、これ嬉しいことでしょで、こ、怖い話聞きたいのに嬉しい話聞いても、意味ないんだよ。ダメだ、こりゃ。ドリュー赤さんからのお便りです。お父さんがマルテ亭だった。なわけないでしょ。あなた生まれてないから。 続きまして、うさんからのお便りです。朝起きたら知らない男が隣で寝てた。これ怖いっすね。これ、な、なんだろう。これは、その心霊的なやつなのかなそれの怖いなのかなそれとも、生身の人間なのかなこれ、おじさんっていうのは。ちょっとね、えっと、生身の人間だとしたら、えー、あなたの、えー、 怖,怖いんでやめときます続きましてコなたルさんからのお便りです就職した会社が3ヶ月で倒産再就職した会社がまた半年で倒産したこと怖いですねこれね3ヶ月次は半年素晴らしくね倒産しますもんねなんかねお父さんの家をやめときます 続きまして、わかりましたさんからのお便りです。カップ焼きそばにお湯を入れる前にソースを入れてしまったことが気づかなかったこと。怖いっすね、これね。確かにね、カップラーメンの情報で言うと、でも最近のカップラーメンって、あの、後入れになってるんで、まあ、お湯を入れて、で、まあそこから後入れ。で、焼きそばの場合も、お湯を入れて、お湯を抜いてソースを入れる。 これはね、先にソースを入れてしまって、お湯を入れてしまったと。これはね、怖い話じゃないですよね。バカな話ですよね。はい、ということで、最後ですね。えー、最後は、りょんさんからのお便りです。生シンを見たときですね。はいということでね。えー、まあ、えー、いろいろね、今回もですね、え w、ー、ツイッター等で。 えー、募集をした結果、えー、今ね、現在ね、朝の8時なんですけども、74件のリプが来ていました。ということでね、今回はこれにて終了したいと思います。またね、えー、やるとしたら皆さんご協力ください。ということで、お疲れ様でした。バーイ